ではキャッチフレーズからいこうと思います。行きます。福井県といえばカニ、恐竜、はい、ヒュカ、イエーイ。あの今日はですね、あのー、声が出ないんですよ。<laughs> あのあんまり声が出ないので、ありがとうございます。と今日はあんまり声が出ないので、あのー、ちょっと小声。 多い感じで喋ろうと思いますあ、たくまさんありがとうございますしょうたさんありがとうございますはいみなさんこんばんはまずこんばんは最近もう本当に寒い時期が続いておりますが皆なさんはいかがお過ごしでしょうかあ、聞こえてますかよかったです ね寒くなりましたよね本当に前髪切ったって切りました短い,いやそれで今日はですねあのー、多分皆さんお分かりだと思うんですけど昨日おとといおとといかおとといの福井の初イベントの件について たくさんお話ししたいなと思ってですね。今日はショールーム配信をしております。はい。で、先日のハローワークでイ,インフクイもたくさんの方が寒い中お越しくださってありがとうございました。本当に、あの、私、プラメでも書いたかな書いてないかなわかんないけど、あの、本当に、 私が思ってた以上にファンの方がいらっしゃってもう私は嬉しい限りでしてもステージに立った瞬間「えええええっ」てええちょっと待って嬉しすぎるどうしよう」と思ってちょっとパニックって緊張してたんですけど <laughs> あっえいねるポスターありがとうございますそうたくさん皆さんが来てくださって本当に嬉しい限りでしたありがとうございましたもう本当にあの私の 生誕グッズとかうちわとかそういうのを持ってる方とかがたくさんいらっしゃってもうね私はもう多分なんて言うんでしょうもう目にすぐ入ってるピビピビピビピピピピって本当に本当に嬉しかったもう本当にありがとうございますあ誠さんありがとうございますうん本当にでも全然 聞こえなかった方ととかかもあの素敵なコメントとかたくさんしてくださっててすごい嬉しかったですありがとうございました。でそうでツイッターとか「あの前日から並んで頑張ってます」とか「そう頑張って」って言ってくださる方が多くてもうやっぱり私もそんなやっぱり期待に応えないといけないなと思って。 昨日のプラメで書いたんですけどそう練習をマジで本気でやってはいなのであのー、もしこのえいともさんとかの応援がなかったら絶対私やあの何、ー、て言うんですか1人で絶対できなかったんですよこのイベントは絶対にだからまず北陸のお二人戦 二人の先輩はるぴょんさんとひかるンさんのおかげでもありますしそして何ともエイトモの皆さんのおかげでもあります本当に多分もし皆さんがいなきゃいなかったら絶対逃げ出してましたもう逃げ出してたっていうかもうこんな感じでしたねあんな笑顔でステージに立ってませんでしたねありがとうございます皆さんのおかげです本当に あそうであのー、今回福井イベントでなど初めて私のソロ曲ソロで「星空を君に」を聴いていただいたんですけどあの「星空を君に」は前日そのイベントの前日に生歌なことを知って急遽生歌のあれえ生歌って何ですか?」って言ったら。 ちょっと今日語彙力ないんですよ寝、ね、起きなんでちょっとすいませんすいませんあのー、生歌なんですかって言ったらそう生歌だよって言われてこれになりましたねでそうでまあやっぱりそのまあ、練習めちゃめちゃ頑張ったんですけどやっぱりほんま寒さと緊張で あの寒さと緊張で声が出なくてですねもうすごいすごい私的にあやばいなって思ったんですけどでも本当にあの皆さん優しくて温かく手拍子とかしてくださってもう私はその時に感動したんですよ本当になんか本当に私のファンの方は素敵な方ばっかりだと思った。 私もファンだけけじゃないと思うんですけどでねあの,ファンの皆様がすごい優しい方ばかりで私も安心して歌うことができたのでありがとうございました本当に。やっぱりそういつもとは違う形でコールとかそういうのなくってやっぱりちょっとさしい部分もあったんですけどでもやっぱり違った形でもそうやってファンの方は応援の仕方とか工夫されていらっしゃって。 で、もうなんかさすがだなと思いました。ファンの方ってすごいなと。本当にあの裏で、ね、先輩方と一緒に話してたぐらい。本当にファンの方ってすごいなって毎回思うんですよね。本当にいつもお疲れ様です。ありがとうございます。あの、イベント見に来てくださった方も見に来られなかった方も全然いると思うんですけど。あのいつでも。 また会える時が来ると思うのでその時にはぜひ応援よろしくお願いします、はい、これを私は伝えたかったです皆さんあの福井にいらっしゃった方は何か福井のもの食べて帰ったりしたんですか、うん、ああヘシコ おろしそぼえっ美香さんそう美香さんそうあの気づきましたよありがとうございましたあのうちわとかいいじゃないですかあ尾カさんもお寿司カニのいいですねカニのお寿司最高ですねえっ越前ガニへしこパスタへしこええー、いいじゃないですか皆さんもう福井の有名なもう王道のソースカツ丼最高ですね うんあ,あめちゃめちゃ皆さん食べてらっしゃるよかったよかったおいしかったですかもう全部皆さんが言ってるの美味しいやつばっかりで私は嬉しいわあおいしそうだなうん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 んん恐竜うんうん何か見えてしまったがえい <laughs> ええー、いいですね皆さんひよこは何食べたのああ私ですか私は秋吉ですあのー、焼き鳥をその後あのー、いい運動会もありましてですねそのままもうそれライブを私が直行しましたですね家にで時間がないと思って配信しながら秋吉を食べました、ね、そうあいい運動会も話してないいい運動会 ありがとうございました。あのー、急に慌てて入っちゃったので状況があんまりつかめなかったんですけども、でも青鬼、私は青鬼と荒野行動に出させていただいて、なんとあのー、青鬼は惜しくも3位だったんですようーん。私の得意分野なのに、3位でした、惜しくも。悔しい。でもノースタイルの、 上さん石田さんかな上さんかな石田さんんかかな石田あれにあの、いじっていただいて「坂、う、上、ん、さんはあの、捜査をしてる時に爆弾を作ってるような顔してましたね」って言われて <laughs> 面白かったいじっていただいてすごい嬉しかったですあチョコミントさん誰もありがとうございますマジーそう めっちゃ笑っちゃった講野行動はもう私は本当に申し訳ないんですけど一番最初ぐらいに殺されてしまいましたあのー、聞いてくださいますあのですね私ちょっと本気出そうと思って今回はちょっとガチでやりたいなと思ってまあチームプレーっていうんですかそうチームとチームのメンバーと一緒にやるのでまずちょっとメンバーのいるとこに向かおうかなと思って。 でおーって向かってあのレミたんと長谷マもがいるところに向かったんですよ。でそしたら、あのー、銃声バンバーンって聞こえて「え?」ってなんか聞こえるなと思ったら私撃たれたんですよバン。「うお!」って思って「ええどこどこ?」と思って全然いないんですよ周りに「えどういうこと?」と思ったらまた撃たれて「あやばい!」と思ってこ,こんな状態わかりますかこんな状態になってて。で えどういうことってなっててそんでレミたんが助けてくれてなんか2回ぐらいそう「斎藤ぐ歌さんありがとうございます」2回ぐらいそれで救護してく援助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 してくださったんですけど結局殺されちゃってレミたんもそれで巻き添え食らっちゃったっていうすごい最悪な話なんですけどレミたんうまかったです私全然ど下手でした。 ヒカルンさんがあのチーム一緒だったんですけど一番最後まで残ってくださっててうまかったですもうなんかプロ,プロのもうクククク私そ,のそれ観戦してたんですよずっと「ヒカルンさん頑張れ!」と思ってて長谷モそう長谷桃も上手だった長谷モは,ももはあのズッキーさんを殺してましたなんか言い,言い方全然悪いんですけどズッキーさん倒してましたバンバンってええっ、ー、えって言ってみんなええー、って言ってました で、はもん、ま、はあ、あの、七五五で謝ってましたね。ごめんなさいって <laughs>。ね。そう、ひなこさん、本当にすごい、二十六人も倒したんですよね、一人で。すごい。うん。ひなこさん、めっちゃかっこよかった。もうなん、な、プロでしたね、本当に。 福留,福留ちゃんはですねあの言ってましたねなんか「ゆうかにんを撃っちゃった」みたいな <laughs> あっカボさんくもありがとうございますカボさんめちゃめちゃ可愛かったメガネかけててうちわにひゆかがいましたこうやってやってるあちチャンレタスあとマシモンさんはたとありがとうございますね そうだからあのー、すごい昨日は楽しかっためっちゃ楽しかったけどめっちゃ疲れた日でした昨日じゃなかった一昨日かそうなのでもう朝から夜までって感じでしたすごいまあまあなんて言うんでしょういろいろ詰まった一日でしたかすごいいい一日だったなと思います あ誠さんかわいいありがとうございますかわいいありがとうございますそうだからそうこの、あのー、23日のイベントがファンの皆さんもいいイベントだったなって思ってくださったら嬉しいです私あのー、じゃあ曲の話をしようかな23日にした曲のお話をしようと思いますまず1曲目はですね 皆さん覚えていますでしょうか一番最初の曲は何だったでしょうかお皆さんさすがなんで皆さんいらっしゃったんですかすごいすごい。会えなかった <laughs> 会えなかった誰がうまいこと言えと思う。<laughs> そうなんですよあのー、1曲目はですねなんか「会いたかった」にしたんですよ。私は福井県の皆さんに会いたかったと思ってまずファンの皆さんにも会いたかったし福井県の皆さんにも会いたかったしんこれは会いたかったしかなくないと思って会っしし「会いたかった」にしましたたそう会いかった。 そうでもうなんか最初に私「みなさんに会いたかった」って言ったんですけど伝わりましたかみなさん私の会いたかった気持ちが私あの考えた瀬戸流を考えたのは私とはるぴンんさんとひかるさん3人で一緒に考えたんですけど伝わったらいいなうん <laughs> で2曲目はそう私のソロで「星空を君みに」そうですねあの曲は 本当にあの私のお披露目の前座でやらせていただいた曲でやっぱり昔の気持ちも思い出しましたけどやっぱりなんか成長したっていうかまああの時とは違う気持ちが多かったかなうんそう。ソロは本当に緊張したし全然なんか。 なんて言うんでしょうもう完璧なパフォーマンスではなかったんですけどでもなんか福井の皆さんとかはファンの皆さんの前でお披露目できてよかったですそう初心を思い出したそういうことそれを言いたかった私はありがとうございます初心を思い出しましたはいで次の曲はあの「オオカミとプライド」って言って先輩二人方が。 めっちゃ,めちゃ可愛かった。めっちゃ可愛かった。私も動画全部ほぼ見てたんですけど皆さんが上げてくださった動画を見ててもう可いい可愛いさすがでしたねもう。あのファンの皆さんから結構前から聞いててあのハルピアさんとヒカヌさんはあのレスとかそういうのがうまいから見習った方がいいよって言われて確かに。 もう本当に今回のやつと思いました、ね、本当にお二人方レスとかなんかもうすごい上手でいろいろと見せ方とかもか今回は本当に学ぶことも多かった一日でした本当にうに、ん、そうツイッターでファンの方が上げてた写真全部見てますし全部保存してますなのでカメコの皆さんは是非私の写真をどんどん上げてください保存させていただいてます そうで次の曲はそうだこれ私が選曲したんですよ「ファーストラビット」これ私がやりたいって言って「ファーストラビット」にさせていただいたんですけどもいかがだったでしょうか久しぶりではないけどファーストラビット」めちゃめちゃ楽しかった「ファーストラビット」 ディリリリリリ。そう、ファーストラビットは、本当に楽しかった。うん。どうでしたでしょうか。ファーストラビット、本当にあの私。ファーストラビットの歌詞がすっごい好きで。うん、本当に良い曲ですよね。 素敵だから私は「ファーストラビット!」にしてその後はなん,となんと私はこれあの急遽決まった感じの曲なんですけど「大声ダイヤモンド」なんですけど私あの全然知らなくて「大声ダイヤモンド」で聞いて「大声ダイヤモンドやります」って。 マジかと思ってそれはもうめっちゃ練習した曲なのであの完璧完璧ではなかったかもしれないですけど私なりに今までで一番最高に踊れたのでもうもう嬉しいったらありゃしないもう覚えないものめっちゃ頑張った本当に全然私あの覚えるの下手でそう頑張ったんですよ 1> 1人であのレッスンもなかったんで一人で動画見てバーって頑張ってそう頑張りましたどうだったかな分からないけどもでもめっちゃ楽しかったですそうって言葉で最後はなんと皆さん大好き「47の素敵な街」だったんですけどもまあこの曲はもう本当に王道って感じで。 私がオーディションの時に課題曲だったんですよこれが4七が。で課題曲だったのでまあまあなんかもう昔の気持ちそうさっきも言ったんですけど昔の気持ちも思い出したんですけど、まあ、やっぱりそれとは違った気持ちもたくさんありましててセンターで踊らせいいただいて。 最後はもうガチでしたね私本気で本気でもうジャンプとかもバーンって飛んででもあれは本当にやりなんか私の考え頭で考えてやったとかじゃなくてもう本能的にやりたがってた自分がもうあ飛べ飛べっていうかもう飛んでたなんか <laughs> 気が付いたらめっちゃ飛んでたみたいな。 そうな私も何言ってるのかちょっとわかんないんですけど <laughs> 気が付いたらもうなんか笑ってたみたいなちょっとやばいですね私 <laughs> ねそれぐらい本当とにうれしくてそう頑張りました本当に楽しかっただから本当に今回は背取りも良かったし良かったっていうか、まあ、私が言うのもなんですけど あのー、本当に私の好きな曲ばかりあ好きな曲とか新しい曲まあいろいろあったんですけどすごいいい瀬戸利だったなと私は今思いますねすごくいいイベントでした本当に皆さんありがとうございました楽しかったクイズも楽しかったしねはいねね <laughs> なのでぜひ皆さんあの時に撮ったお写真とかは「ハッシュタグ坂川日向」で開けていただいたらもう私はもう全部見ています皆さん見ていないと思ってますでしょうかめっちゃ見てますん <laughs> ありがとうございますそうであそうそうそう,そう言いたいことがあったそうでなんかそのまあイベント あのー、ライブの方ではないんですけどハローワークの方のお写真写真っていうんですか動画があのニュースになんと取り上げていただいて福井のありがとうございますそれでたくさん3つぐらいニュース3つぐらいニュースがありましてそうでもうんかもう学校に行った瞬間もうはあもう友達とか先生から。 ニュース見たよーってて言われてあと新聞にもあのー、出させていただいて掲載させていただいてそうで先生からまた「おい坂は新聞載ってたじゃん」って言われて「で知ってます」って言ったら「知ってるんかい」って言われて「はい」って言って「でありがとうございます」って言って。 そうだから私のこともやっぱり福井の方にしてもらえたらいいなって思いました今回のことでしてもらえたかな私のこと福井県代表なんですけども <laughs> そうだからいい経験になりました本当に <laughs> 知れ渡ったかな知ってもらえたかよかった そうで担任の先生はわざわざあの見に行けなかったから YouTube で調べて私のやつ全部見たらしいです <laughs> えってそれ聞いても私はもうええええええってなりました <laughs> 嬉しい限りですあっ雅俊さんハートありがとうございます先生ファンらしいです <laughs> ファンの一人ですって言われてありがとうございます <laughs> そうで本当に最後に言いたいんですけども、まあ、やっぱりあのー、本当にこれからもいろいろな活動これからあると思うんですけど是非私についてきてくださったら嬉しいですえい、ー、ともの皆さん本当に23日たくさんたくさんありがとうございました本当に。 もう本当に皆さんのおかげってことしかも本当にないので皆さん本当にありがとうございましたまた次のイベントとか是非楽しみにしていてくださいもうまだ私は楽しみ楽しみなことが全然あるのでうんたくさんもうまだまだ楽しみなことがたくさんあるので是非皆さんも楽しみにしていてくださいではあのー、お知らせを はい、今週金曜日です今週金曜日に AKB48 チームメイトのあんたロケロケターボーがあります。はいもう私はこれアンロキは本当に思い出に残っているんですけど今回はあの新メンバーではなく私はチューブメンバーででラコーいに出させていただきまして。 あの内容はやっぱり言えないんですけども皆さん見てからのお楽しみということでぜひアンロケ見てくださいすごい盛りだくさんのアンロケなのでぜひぜひね久しぶりのアンロケえかまじゆきのちゃんが毎日日アイドル日を迎ええしたえー、ゆきーなすごいねおめでとうゆきーなー。あとから言っときますね そうなんだ皆さんおめでとうございますっておめでとうって言ってあげてくださいねでは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 そろそろお時間がやってまいりましたのでちょこっとだけでしたがありがとうございましたではランキングを読んでいきましょうそうで今回またなすなかにしさんだったんですよ名前はまたしっかり覚えていました <laughs> では 十三位の方から13位古川アットマークこけし押しいひゆかちゃん押しになりました大好きええー、嬉しいありがとうございますまた見てくださいイーイ12位かぼアットマークまた写真も出てもかぼさん見に来てくださってありがとうございました気づきましたよバッチリありがとうございましたまた見てください十一位たけねこ17さんありがとうございますまた見てください 1 10位ゼロアットマークエイトモイエーイ、エイトモーありがとうございます。また見てください。11位ウホウホホさんありがとうございます。また見てください。10位チャンレタスアットマシモンさんありがとうございます。また見てください。9位マコトさんありがとうございます。また見てください。8斎藤もゲったさんアットマーク えいどうもー、いえ、斎藤茂太さんも、気づきましたよ。うちはありがとうございます。あの福井県のマークで。あと、T シャツも着てください。ありがとうございました。また見てください。七位、あれ、え。あれ、順位が終わっちゃった。順位が終わっちゃったかな。どうし、どうしよう。もう一回読み直します。では。だらん。十三位、竹猫さん。 あ、かけねこ17さんありがとうございますまた見てください12位ゼホアットマークえいともさんありがとうございますまた見てください11位ウッホウホホさんありがとうございますまた見てください10位チャンリタスアットマークマシュモーさんありがとうございますまた見てください9位マコトさんありがとうございますまた見てください8位斎藤茂田さんアットマークえいともありがとうございますまた見てください7位カホアットマークまた写真もいらしてますね 待ってますありがとうございますまた見てください。6位ショート頭麦エイトモのような気がします。エイトモのような気がします。えエイトモになってください。<laughs> ありがとうございますまた見てください。5位とも頭麦最近いいことないから元気出る人ほど上だい。私も最近いいことないんですけど。かま、あそうだともんって読まないあ翔…ョショシ,ョショ君もだ。あともんお仕事頑張ってファイトー。 ありがとうございますまた見てください4位 ANHIDEPO さんアトマークエイトイベントお疲れ様でしたありがとうございます動画見てくださったですね <laughs> ありがとうございますまたいつもプラムの返信とかもありがとうございますまたたくさんお願いしますありがとうございましたまた見てくださいそして3位ヨシさんありがとうございますまた見てください2位元気くん元気 元気ありがとうございますまた見てくださいそして第1位は有効子カッコチョコミントさんおめでとうございますありがとうございますあのチョコミントさん気づきましたよあの髪ペラペラってめくってくださって読みましたあのマジコとかあの刺してくださいとかたくさんあっても面白かったですありがとうございましたチョコミントさん またイベントとかも来てくださいねありがとうございますますた見てくださいそれでは22位のラッキーカニカニは22位ラベンダーさん拍手ありがとうございますラッキーカニカニーではもう1人ラッキーカニカニをん60位スギさんラッキーカニカニーありがとうございますはいということで 最後にスクショタイムに行きましょうかスクショタイム <laughs> 何がいいかなカニカニと星空ポーズと カニカニ星空ポーズもう一個福井ポーズオッケー決まりえー、っとカニカニと星空とあれ何だっ,たっけあれ忘れた忘れたやばいやばいカニと星空と何だ,何何何だっ,たっけ探せ探せ あれなんて言ったっけあ福井ポーズだよーしやりましょうかどんどん調子が悪いではカニポーズからいきましょうよーい、B イエーイはーいカニですでは次に星空星空なんだろうあないわかるかなわからないわかるかな <laughs> あこんな感じでは行きますよーいピエイドポーズが普通に 「ふたらいふるわラインスいーたらい」あ輝く星になる <laughs> <laughs> オッケーかなスターライン よしでは最後福井ポーズ。福井ポーズななんんどんなんがいいかな福井福井といえばカニキョウカニかにきょうりはいにか。福井ってさこんな形してるんですよ。<laughs> あ分かった分かったこうでいいんだ分からないか福井って。福井ってこんな形してるんですよこんな感じ。<laughs> では行きます。あ、いいね。エフにしたら、これエフ合ってます？どっちだ？こっち？反対？こっち？合ってますこれで。合ってますか？ はいでは行きます。よーい、ビはい。取れたかな。<laughs> はいということで以上ですが、少しの時間でしたが、三千四百九十四人の方が見てくださってありがとうございます。 楽しかった、本当に。ありがとうございました。でも今日は声が調子、声の調子がすっごい悪くて、あの、小声だったんですけど、皆さんありがとうございました。で、では、今から皆さんお楽しみであろう。ベストアーティスト202020 2020、見ましょう。皆さん見ましょうね。私も今から、ね、ベストアーティストを見てくるので。 皆さんも見ましょうねまた感想言い合いましょうではありがとうございましたまた見に来てくださいねありがとうございました